ラブデストロイはインティクリエいつが開発ソニーコンピュータエンタテインメントが1999年12月16日に発売したプレイステーション用恋愛アクションゲームキャラクターデザインはカツラズキャッチフレーズは君はキュートロンたちと今を救えるか 3D ロボットを操りアクションシーンを ハイスコアでクリアすると主要女性キャラクターの好感度が上昇する。要所にプロダクション IG 制作のアニメーションが挿入される。本作はプロダクション IG 制作のアニメーションの間に挟まれる TPS パートで敵を撃破していく。戦闘前に3体の旧トロンの1人をパートナーとして選択することで機体の性能が変化する。 このキュートロンは、インターミッションや戦闘中での会話によって、能動、受動的にアドバイスが聞けるほか、感情や、好感度が変化し、敵に対する、破壊力の向上につながる。この時に聞けるセリフをコレクションする機能もあり、起動中のプレイステーションの蓋を開けたり、メモリーカードを出し入れしたすることで聞ける特殊なものまで、揃っている。戦闘結果や、 旧トロンの選択の仕方によってエンディングが変化する。夏、いつもと変わりない見慣れた街並みが広がっていた。突如、上空に正体不明の物体が現れ、街を破壊し始めた。その物体は破壊エネルギーや武器による被ダメージをも吸収し、それらを餌に分裂増殖していった。数ヶ月後、物体は地表に降り、活動を停止した。 その破壊物体は、ジャムと呼ばれ、人々は、人類の終末を予感した。一年後、ドーム上のフィールドに包まれた。何かが現れたと同時に、活動停止していたジャムが、破壊活動を再開した。ジャムは地表を破壊し、現れた、何か、に破壊エネルギーを送り続けた。二十年後、ジャム対抗組織が編成され、 次のような研究報告書が発表された。ジャムは鬱積した人類のストレスエネルギーが実体化し、破壊によって生じるエネルギーを吸収することで、巨大化と増殖を繰り返す物体である。ジャムをデリートするには、SED、人間が互いを思いやる気持ちを物質化した、エネルギー消者が効果的である。十数年後、ジャムのデリート手段を得た組織によって、 SED チャージ用ナビゲーター少女キュートロンが開発された。キュートロンはマスターと呼ばれるパイロット的各社と共に SED を育み蓄積された SED をバトルポッドの攻撃エネルギーに変換する機能を持っている。SED によって起動するバトルポッドがタイジャム用の最終兵器となった。この時より対抗手段を持った人類と ジャムとの戦いが開始された。人類とジャムとの戦いは十数年の長きに及んだ。人類は着実にジャムをデリートし、いよいよ戦いに終止符が打たれようとした時だった。チンを破り、フィールド内からジャムマスタータイプが出現した。破壊エネルギーを蓄え続け、巨大な力を持ったマスタータイプによって形勢は逆転してしまった。ジャムに惨敗した人類。 バトルポッドの開発に携わり、唯一生き残った老齢の科学者は、開発途中の時空輸送装置が装備された、飛行輸送基地、ブランベースに、3体の旧トロンとバトルポッド、ロボット共感エッグを登場させた。その科学者は、意識が次第に希薄になっていくのを感じながら、過去への転送を開始した。彼は最後に、転送完了のアラームを聞いた。夏。 未来から転送されたキュートロンたちはジャムをデリートし、未来を変えることができるだろうか。ありがとうございます。